2得点目を挙げました橋本選手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは本日 U23 の試合は初出場ということですが、いかがでしたか？そうですね、昨日の J1 に出れなくて、今年初めて J2 に出ることになりましたけど、僕個人としては勝利に貢献したいと思って臨んだので、得点できて嬉しい気持ちです、はい、その2得点目振り返ってください。そうですね、僕は触らなくても入ってたかもしれないですけど、ゴール取りたいって強い気持ちあったんで、押し込みました、はい、これからの意気込みをお願いします。そうです、昨日も J1 で勝てなかったので、これからもやっぱり勝利に貢献できるプレーっていうのを目指してやっていきたいですし、J3 も J1 も、両方勝ち続けられるように、チーム全員で一丸となって戦っていきたいなと思います。ありがとうございました。